We'll be right back.
にこれなる勇気。エボリューションなゆたの奇跡イース25周年記念祭りだかむな書いたのにかむなほんまに任せた。さあそれではもう、はい、今回はもう今までのライブで一番曲数長いので、うん、お前ら盛り上がっていけるかいけるかニコ生のやつらも右手いけるかよっしゃ行ってみよう Name it was legend そして何もつかもうとしてるろう。 Any, 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 any,
というわけでしっとり聴いていただきましたね。あの 一部じゃない2部がこう始まってガン行くぞ思ってる矢先にいきなりしっとり来たみたいなね。大丈夫大丈夫ですか皆さん。さあ次2部も始まりましたよ。このコーナー、はい、おかしい、はい、ドラムのおかしい、はい、ヒュー、はい、一部来てた人は分かってるかな。一部来てた人みんな来てるじゃないですか。お前ら大好きネタバレですかこれじゃあいいじゃん、ニコファーレ、ね、ニコファーレで、うん、ニコ生を見てるみんなのためにね、はい、そうですね、このコーナー、はい、今から何が始まるのか行ってみようJDK テレビってご存知ですか。まあね、アッシュ洋平ね、アッシュ洋平ね、アッシュ洋平はさ、ほんとびっくりしたんですよね。上手くてね、映画ね、ほんとにね、そうなんですよね。よいしょだってさ、はい、アッシュ傭兵なんて言葉知ってる？みんな知ってるよ。日常使う？なんかうんうんってうなずいてる人いるけど使うよ意外と。俺将来傭兵になるんだみたいなやついる？それはね、なんかおそぼとかの話だから。あ、そう、うん、そうそう、てっきりさ、はい、太平洋のようにさ平たいって書く人かなってちょっと思っちゃうねでもファルコムでそんな名前のやつがね、うん、主人公でしかもシリアス、意外と新しいかもしれない。シリアスと来たもんですよ、ね、意外と。そんなゲームあるわけないでしょそうないです、ないです。ないないです。じゃあさ、はい、2部はさちょっとさ、うん、じゃあ調教師のもう一人目がいろいろ語ってくれちゃ う、ね、そう語ろうよ。その間水飲んでるからです。ついにどうもわけがわかんないですどうしたんですか。ええ、今日なんか髪すごいですね。そうなんですよね、ええ、はい、あのですね、まあ、メイクさんが入ってくださってですね、ええ、でどんな髪型がいいですかってお話をしたときに、はいはいはい、されたと、ええ、こっち上げたら、ええええええ、こっち、うん、押さえてみたらどうですかみたいな話になって、普通ですよね、そのなんか対話的にはね、あの、オチはあるんですかそれ。多分ないですね。おいマイク返してもらっていい。あんたが話を振ったんでしょそんな話しろって言ってないじゃん。だから JDKTV っていうのはねっていうのを、まあね、見てるみんなはさ、その説明いらないかもしれないけど、知らない人もいるかなと思ったの、うんね、こうやってね、発音数をねどんどん減らしていくんだぞ、神ちゃんはかわいそう、かわいそう。さあということでですね、JDK TV ではおなじみのアコースティックライブコーナーというのをですね、はい、今この場でちょっとちらっとやってみたいんですが、そうですね、ね、せっかく一部では、はい、リリアをやらせてもらったんですけど、はい、2部ちょっと変えてみませんか。変えます。このコーナーはですね、一部でも言いましたけども、うん、我々に今こう自由が与えられてますので。そうなの、うん、何やってもいいんですよ今。何聞きたい怒られないんですよ今は。なのでそんな曲やるのかっていう曲をやりましょうか。何いや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 、あのね、でもちょっとこうもうネタバレはしてますけど、ちょっとずつね。あ、ジェリー、うん、そうそうそう、曲ですよ、曲の話しちゃくて。そうね、うん、分かった。第9回を見た人ならもう、うん、そう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 ね、あれだな、
やっちゃいましょうかね。それをやってみましょうか。私も、はい、あれなのよ、最近になってさ、この調教師と言われてる2人にね、うんうんうん、こうイース大好きのあの2人に調教されてちょっとずつやってるわけですけれどもね、昔の作品とかに触れてみてますが、はい、やってますか怪しいです。やってる、やってるけれども難しいイースっつってんだろ。だから頑張る。ありがとう。そうだからね、はい、今カメラでドアップでドーンって抜かれそうになったけどさ、とぼけた顔を。そうだから、はい、はい、そんなね、イースだったりとか、はい、その他にもファルコムさんって、まあ、今日なんてさ、あれですよ、ナユタの奇跡とゼロエボとイース25周年記念祭りだって並んでますけれども、それ以外にもすごいタイトルがたくさんあるあります。でだからそういうのをさらえるいいコーナーだなとは私は思ってて、ね、歴史を学ぶってやつですね。そう、はいはい、続いてお送りする曲はですね、はい、そんな、歴史の中で私も初めて聴いたの、はい、岡地に言われて、うん、この曲いいと思うんだって言われて、うん、本当確かにいい曲と思って一発で好きになった曲、うん、ポップルメイルのね、はい、エンディングソングです。聴いてください。歌える方は一緒にね歌ってください。歌詞がきっと歌詞職人がバーって歌詞出してくれるね。さあじゃあ大丈夫かな、歌詞検索サイト大丈夫、行ってみようかね。誰かがあなたを愛してる。
て空を見上げたら、もう夜明けが近い、鮮やかに染まる心、遥かなる時を超えてという名曲でございます。これはもうソーサリアンっていうね、ソーサリアンっていうね曲のエンディングでございまして、素晴らしい曲やっていうのはあの岡地博士からね、ファルコンも岡地博士から聞いたら、これは間違いない、ね、素晴らしい名曲でございますけど、さあ続きましてもう一曲素晴らしい名曲聴いてください。エンドレスヒストリー。
歴史を刻む。21日を迎えようとしております。いかがいたしましょうか。あ、消えちゃった消えちゃった。面白い。イースが25周年を迎えるこの記念の年に JDK バンドというやつらがどれだけどこまでのことをやれるのか、ちょっと間違えちゃった。見てみるとしようぞ。こんばんは、水谷瑞希です。緊急ニュースをお伝えします。先ほど入った情報ですが、次の JDK バンドライブが決定した模様です。繰り返します。次の JDK バンドライブが決定した模様です。日時は2012年7月27日、会場は日本橋三井ホール。日時は2012年7月27日です。以上、水谷瑞希がお伝えいたしました。なるほど、瑞希ちゃんが言うてることやったら間違いない。お前ら絶対来いよ。来るな。来いよ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 。来ないやつお仕置きだぞ。お仕置きだぜ、ワイルドだろ。わかってるな。承知いたしました。
す。うわー、みんなうちを仰いでる人もいるけど大丈夫ですか、潰れてませんか。イエーイ、おいしい、いい感じですね。あ、なんかうちはまた手作り、手作り、それはあれ、グッズのミッシーのうちはみんなちゃんとあれやね、ライブ慣れしてるね。うちは欲しいやろみんな、今メンバーね、水木さんの目がマジでした今、欲しいっつってね。そんな熱だくじゃない、汗だくの、またなんかもう嫌やわ、今日は言わへんで言うて汗だくライブなんですけれども、バー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 のね、ゼロの奇跡のボス戦の曲をガッツン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 聴いてもらったけど、ニコ生のみんなもどうでしたか。ね、牛丼厚だくでって書いてある、うん、新しいな、それでいこう。そう、そんなこんなでね、みんなのこの汗だくな感じを引きずったまんま、ゼロの奇跡の世界をもうちょっと次は歌でね楽しんでもらえたらななんて、思っているんだ。それでだな、次の曲がだな、あれですよ、まだだからどこで流れるかっていうのをね、いつまで秘密なんやろうなっていうね、私としてはもうガツンとなんかもうね、行きたいなみたいな感じですけど、まだまだ秘密の多い、ゼロの奇跡エボリューションの、どこかに使われる曲ということでね、こちらの曲行ってみたいと思いますが、大丈夫かな、行けますかね、行きましょう今日はですね、このニコファーレの特別バージョンで、あの何回かこの曲聴いたことある人はあれって思うようなアレンジが施されているのが、特徴です。それでは聴いてください、セルリアンブルーの恋。夢を見ていたあなたとことを揺れながら眠りに落ちる。
2曲でございます。
ドバーン、ここやおかしい、ここや、ここでドバーン。そう、言って終わってますけれどもね。まだまだ初上中。あ、そう。マジ。そうそう。いいよ。あ、初上 T シャツを着ている。お前はまだまだ全然発情中。これね、あの一部でのグッズ ね、見えてるかな、ニコ生のみんな。ザ・メイティングシーズンかな、読み方。はい、これ、発情期。メイティングじゃないです。え？マッチング。マッチングっていうの、これ。もう、小寺さん、しっかりしてくださいよ。そんなもん好きなように読んだらいいんじゃい。読んだらいいんじゃい、ちゃおう。いいんじゃい。そうそう、だからこの、みんな2部はゼロエボの T シャツ着てね、いろいろ T シャツもあるけれども、そんなもうびしょびしょにするぐらい行くぞ。ごめん、なんかいっぱい飛んだ。全然もう真似しちゃった。鍋さんの芸風を真似しちゃった。おい、どこ行くねんお前。真似しちゃったって帰んない。まあまあ ね、はい、そう、ラスト2曲ですよ、はい、しっかり盛り上がって、うん、いけますか。ニコ生見てる人もいけますか。発情期。発情期。なんかね。よし、もう飛んでいきますよ。うん、まだまだ発情していきます。さあ、それじゃあこの曲盛り上がっていくぜ。リリースオブザファイアストオーシャン、I'm here for you。
Thank you.
もう一回言ってみよう。ララ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 La la 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 la
ということでアンコール一発目はやな、そんななゆたの奇跡のさ主題歌聞いてへんやんけまだみたいな感じでしょね。パルコムさんあんだけ煽っとったのに前日昨日のね PV でまだ聞いてないべっていう感じだと思うので、それをねフルでこの尺でいくよ。こちらはこちらが、初作詞もさせていただいたということで、すごい自信作でね、ぜひぜひ耳の穴をかっぽじって歌詞職人もねメモのページを開いてカタ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 、ね、打って聞き取って、隅から隅まで楽しんで聴いていただけたらなと思います。では聴いてください、なゆたの星の物語。星は光響き合う空の彼方まで、胸高鳴るその先に冒険が待っている。Ah!
コールもいよいよラスト2曲。やんな。ということでちょっと時間をね引き延ばしたいからね、水飲むからね、誰か喋ってて。おかじ。はい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 、危ない危ない、俺も飲もうとしてたんですよ。はい、ご紹介に預かりました。おかじです。どうも。いや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 、本当に丸投げなの小寺さんこれ。いいけどさ、あのそうなんですよ、なゆたの奇跡にね、あの JDK テレビのアコースティックライブをまとめた DVD がなんと初回特典でねつくということなんですよ。はい。でなんとですね、あの JDK バンドのメンバーもみんな参加してもらったりなんかしちゃったりして、新録がありまして、これはもうあのね、ニコ動で流しはしないと思います。しかもその曲が割となんでこれやったんだっていうね。えみたいな。なんでこれを今更やったかな、しかもこの曲みたいな曲が、アコースティックアレンジされて、っていう長いお宅の話は置いといて、ね。はい、さあということでですね、そんな期待のいろいろが詰まった、これさ、ない歌のあれなんでしょ。何ですか。あ、ゼロエボの話してたの。いや、ない歌ですよ。でしょ、うん、そう、ない歌の奇跡、とってもね、はい、期待のあれですよ、新作、はいはい、ちょっとなんかあれでしょ、アクションとか戦ってみたいとかね。アクションですよ。でしょ、そんな感じ満載の歌詞だったと思わない。ね、だからぜひぜひまたあのその辺も期待していただいて、どんどん出るから今年は、ほらなゆたが出てね、ゼロもエボリューションで出て、イースも25周年でなんか出るっていうことで期待が高まりますよね。というところで、まあ、いろんな新作も歌っていくんですが、私もね自分の大好きなライブといえばこの曲だろお前らっていう曲を今からね歌って盛り上がりたいと思うんだが、声まだ出るかい。もっと大きい声を、声出るか、大きい声を超えてるか。よっしゃー、なら行くで。 Cry for me, cry for you。 ごめん。さよが明けた夢は見ないと、失うのが Yeah!
情してるか。浮上中だよこれ。早く来た。もうね、最後にお話ししまいましたけれども、うん、はい、いやもうね、だいぶ休みました本当にね。ありがとうございます。もう心の中びちゃびちゃだぞ、ね、さあそれではちょっとねメンバー紹介していきましょう。ギターアンジェロなんか一言だけ言うたってください。ありがとう。もう一本ギター、ギターテルテルでした。そしてバイオリンみつきちゃん。素敵素敵。そしてベース王子。キーボード神ちゃん。それ弾きたかっただけやろ、めっちゃそれ弾きたかったんやろ。えき、そしてドラムオカジン。スペシャルな今日頑張ってくれてたさ、こう呼ばなあかんと思ってミッシー連れてきた。どう、その辺とか行けそうかない？恥ずかしがってんねん。大丈夫大丈夫、行ってごらん。そこ大丈夫大丈夫、この辺この方気をつけて。そう、端っこの方、端っこの方通れるかな。無口やね。喋ってるでちゃんと、ね、私何言ってるか分かるの、ね、何言ってるの今、何て言ってるの今、え、今僕もエボリューションって言ってるの。違う違う言ってるからちゃう言ってる。僕も発情期言ってるよね。違うよ、ソニアが好きって言ってんだよ。分かんないよね。はい、というわけでね、ボーカルイカルス渡辺。イエーイ。そして小樽かなあこ。ということで、いよいよラストの1曲なんですが、はい、ね、また6月もあるやん。7月もあるんですよね、クリステルさんね。今年はまだまだ会えるよ、はい、ですよ。なのでまた会えることをですね、こう期待して、はい、みんなで一丸となって歌いたいじゃないですか。歌いたいです。えれ、まあ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 、このメンツがね、みんなで歌う曲といえばあれしかない。はい、なべさん、はい、タイトルコールお願いしよう。僕がですか。はい、いいんですか。お願いします。それじゃあ、じゃあ僕が言うたらこう言うやつやってください、ね、そうそうね。それでは金の石、銀の翼、よっしゃー。
術の道切り開いてゆく。ミッシーも一緒にね。